門司税関が偽ブランド品の廃棄処分を公開しました。日本に持ち込みが禁止されている模造品、あのように粉砕機に次々と入れられ、大きな音を立てて粉砕されています。今日廃棄処分されたのは、門司税関が2021年以降に知的財産権を侵害するとして輸入を差し止めた偽ブランド品や人気キャラクターのグッズなどおよそ3万1000点です。門司税関によりますと、去年上半期に差し止めた偽ブランド品などはおよそ3万9000点で、前の年の同じ時期に比べて 2.7 倍と大幅に増加しています。その背景として、健康被害を及ぼす恐れがある偽の医薬品の差し止めが相次いでいるということです。日本国内で買われたと思っていることを思っていることがあっても、実は海外から品物が送られてくるということがございますので、例えばブランド品なのに極端に、価格が安いだとか、サイト内の日本語の表記がおかしいなどにはちょっと注意をしていただきたいと思います。新型コロナの水際対策が緩和され、海外からの渡航者が増えていることから、門司税関は取り締まりを強化したいと話しています。